どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。本日は、特別企画いってみようと思います。志村けんさん追悼特別企画、ヒゲダンスのテーマ、あの曲をこのウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。やっぱり、志村さんが僕たちに残してくれたものは楽しく踊って歌を、歌ってはない。この曲は歌が入ってないんですけど、やっぱりこれはね、まあ、もろ世代ですから、ギリギリですけどね、やっぱり子供の頃よくヒゲダンス真似してたし、これはね、やっぱり心を込めて、心を込めてあのヒゲダンス、みんなで、楽しくやりましょう。やっぱ楽しいのがね、きっと志村さんもみんな、望みだと思うんでね、こんな時こそ、こういう音楽でまた楽しんでね、またウクレレのね、これ歌じゃない、こういうメロディーも弾けるんだっていうことをちょっと体験していただきたいと思います。でもちょっとね、リズムはちょっと難しいんですけど、まあまあそんなことでちょっとこれからゆっくり解説していこうと思うんですけど、さあ皆さん、ウクレレっていいな、私もできるかな、でも私不器用なんだなという方もいっぱいいると思います。はい、この今のコロナ自粛期間中にですね、ウクレレやってみようかなという方すごく増えてます。ガズレレ YouTube チャンネル登録者の方もすごく増えていただいて本当にありがとうございます。どんな方でも、どんな不器用な方でも、音楽ダメだと思っていらっしゃる方でも、もう嘘みたいにどんどんできちゃうというプログラムがこのガズレレではあります。今からここにリンクあります。このリンクを見ながらウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになりますので、ひとまずどんどんウクレレやりましょう。じゃあリンクあります。皆さん行ってらっしゃい、クリック。行ってらっしゃい。そこにはね、今まで私がガズが取りためたあらゆる音楽ジャンルの曲が1100曲、ウクレレで超簡単に弾けるようにしたレッスン動画として1100曲以上、いやもう1200曲ぐらいあるかもしれない。とにかくあらゆるジャンル、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、どんな曲でもウクレレで簡単にやろうということでやってますんで、どんどん音楽、聴くからやるに変えていきましょう。さあさあ、それでは早速、ヒゲダンスのテーマのやってみたいんですけど、歌はないですよ。今回は、まずここで一回、どんな曲かやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。これ思わず歌いたくなるね。でん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 、一緒に歌ったっていいですよ。まあ僕やっぱ歌いたいんでね、これもね言っちゃいたいね。でん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 、この体のさ一緒に動く、これがねなかなかね、やってみたらわかります。これ結構難しいんですよ。ゆっくりね、こんな感じでゆっくりでいいんで、まずこれ弾けるのがね、ポイントで。このメロディー弾きっていうの、これをね、簡単に今のこうね、これコードじゃないでしょ。わかりやすくしたのタブフと言うんですけど、これの読み方なんかもちょっとこの後ね、別角度で、もう超細かく分析するんで、はい。やってみましょう。そしてね、またここに戻ってきて、ちょっといろんなアイデアでまたこう、このヒゲダンスのテーマの曲を盛り上げていこうと思いますね。はい。ひとまずわかりやすい角度から、いってらっしゃい。はい、こちらの、見やすい表記にやってきました。はい、これがね、タブ譜という、まあ、楽譜なんですけど、これの読み方は、この辺にリンクがあります。この表の読み方わかんない人、一応基本のね、解説してる動画、今、どっかこの辺にリンクが貼ってあるんで見てもらいたいんですけれども、まあ、早速、じゃあこの読み方わかるよという体でやっていこうと思うんだけど、一応確認ね、この一番上の線が1弦です。これが2弦、3弦、4弦ですね。で、時間はこう進んでいきます。で、オルゴールみたいにこう進んでいくんですけど、ここから3フレットを押さえる。1弦の3フレット、1弦の2フレット、0フレットみたいな感じでいきます。じゃあ、ここにウクレレを置いて一緒に対応していきましょう。はい。こっちに矢印で、表記つける。めちゃくちゃ優しいでしょ、カズさん。はい。やってみましょう。まず1弦の3フレットね。はい。ここ、3、次、2、次0フレットは、はい。開放弦を弾きますよ。はい。その次2弦の3フレット、ここ。次、1弦の0フレット、また開放弦。はい。また、2弦の3フレット、次は今度2弦の0フレット。はい。まず今度1弦の0フレット。はい、2弦の3フレット、また2弦の0フレット、2弦の3フレット、1弦の0フレット、2弦の3フレット。はい。これ超ゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。はい。
こんな感じですね。ちょっとこういう感じで、あ、ちなみにこれですね、昨日私、転んだんですよ。転ぶのは危ないよ。ちょっとここすりむいちゃったんですけど、よかった、このくらいで済んで。皆さん、転ぶのは要注意ですよ。こけたんですよ。もう本当に恥ずかしいわ。はい。じゃあ、ゆっくりやってみましょう。せーの。3203030303003。こんな感じでやります。これでも結構早いでしょ。まずはゆっくりやってみてください。それでね、この黒い点がここに書いてあるじゃないですか。これリズムなんです。ちょっとね、やってみるよ。てん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 です。てん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 で、ここが難しいね。はい。なんでこれね、リズムは16ビートなんで結構難しいんですよ。ちょっとこのペンでリズムのところ、対応してるとこを書くと、てん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 、てん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 、ここの間ね、てんてん、ここは上、てんてん、ここも間、てんてん、ここは3、てんてん、こんな感じになるんです。ピンクのところにリズムがあります。てん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 、たつ、てんてん、たつ、てんてん、つ、たってん。ここ難しい。ちょっとゆっくり行きましょう。せーの。もう一回。って感じです。はい。これが A のパターン。はい。これ、ここにかける2って書いてある。これ2回繰り返す。で、B のパターンも、まあ、ちょっと似たような感じなんですけど、こっちのはちょっとね、難しいかな。この3弦が出てきます。3弦の0フレットからいきます。ここですね、ここ。0、2、今度2弦の0フレット、2弦の3フレット、1弦の2フレット、2弦の3フレット、2弦の0フレット、今度1弦の0、2弦の3、2弦の0、また2弦の3、1弦の0、2弦の3。はい。ちょっと、やってみますよ。1、2、3、4。ですね。はい。ちょっとじゃあこういう持ち方で。せーの。あ、ちょっとこうか。はい。せーの。はい。これもこの黒い点がタイミングで、まあまた書いていくと、でん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 てんってここも間てんてんてんってここも間てんてんてここも間こうですね。このピンクのところが、リズムのタイミングですよ。てん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 、こんな感じです。これもかける2だから2回。つまり、これを2回、A を2回やって、B を2回やってを繰り返します。じゃあね、ちょっと、ここでゆっくりデモ演奏してみましょう。見ながらできるかな。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、B パターン。B パターンはここ。もうちょっとか。こうか。はい。こんな感じです。この表をとにかくメモってください。はい。これ結構タイミングが大事なんですけど、案外皆さん口で言うとね、もうわかるかもしれない。でん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 でしょ？こっちは、でん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 。はい。こんな感じです。で、このリズムの取り方、またさっきのスタジオに戻って解説しますんで、この表だけはここでしっかりメモっといてください。それではスタジオに戻します。はい。はい、皆さん、どうでした？
結構分かったんじゃない？だから早くやると難しいけど、ゆっくりゆっくりまずやる。でーんだ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 ーん、こんな感じでゆっくりでいいからまずやってみましょう。はい。そして、今のね紙ここに写すけれども、このピンクのこのタイミングがすごい重要になりますからね。だん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 、このリズムをすごく意識するのがいいんで、ゆっくりでも体を動かす、こんな感じ。だん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 、これで体を揺らすと、このリズムの裏のリズムが分かるようになります。だん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 だだんだんだだんだん、この裏ね、裏っていうのはその音出てない時に後ろから追いかけてくれる時のことを言います。だん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 だだん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 だ、このうんの時をこう8ビートでいう膝のところだね、あれをすごく意識するとリズムが良くなるんで、こういう単音弾きで メロディーを弾いてる時でもやっぱリズム、これめちゃくちゃ大事になりますんでね、意識しといてください。あとですね、右手の弾き方ですよね、ちょっと皆さん興味あるの、ちょっとね、近づいてやってみようかな。ちょっとカメラの角度を変えてみよう。ですね、一応ね、このフレーズだとですね、どの指でもできると思うんですよ。まず人差し指一本パターン。はい、こんな感じでね。人差し指でもいいし、親指でもできますよ。あと、よく聞いてもらうと分かるんだけど、てててて、たってカッティングも入ってたりするんですよね。カッティングって音を止める。今パッパって止まってるでしょ。これ親指見て、パッパってこうやって止めてあげればいいんですけど、ちょっと難しい方は最初はね、伸ばしっぱなしでいいですよ。こう弦がまたぐときに、こういうふうに2つの弦が鳴っちゃっても最初はいいです。でも後になると止めた方がいいからね。はい。で、今ちょっとやりかけたけど、また、ガズはね、この2本指をうまく使うようにしています。これ別にお好みですからね。私の場合は2本指使う。見てて。そうだな。このパターンで分析すると、1弦を人差し指、2弦を親指でガズは弾いてるようです。案外ね、自分がやってること分かんないんですよ。もう一回やってみよう。ゆっくり。せーの。そうだな。この、一弦だけ人差し指、あと二弦三弦は親指でやってるようです。私はね。そんな感じ。はい。でもこれ一本指でもできると思うんですけど、ちょっと慣れてきたら音を止めてやってみる。パッ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 。この辺が面白くなるかなと思います。あとね、ちょっとこっからさらに深めていきましょう。いいもん見つけたんですよ。いいもん見つけちゃった。これ。これ知ってます？カスタネットですよ、カスタネット。これをですね、リズムの、取り入れようと思った。で、これは、たまたまうちにあったんです、だけどびっくりしちゃったんだけど、カスタネットを足で踏んでいこうと思うんですよ。なんだけど、カスタネットみんな家にないでしょ。そういう時はこう、足で、これでやってみるのおすすめ。ちょっとね、膝でこう、これやりながらやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。アパートとかマンション住んでる方、下の階に迷惑にならないようにやってもらいたいんだけど、とにかくやっぱこのリズムをさ、こう、一個の他のビートが入るだけで、ちょっと質感が違う音が入ってくるだけで、もうアンサンブルになりますから、こういうメロディー弾きってコード感がちょっと失われるんで、本当は二人くらいいると、一人はもう Am とか C で、例えば、でん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 って Am でこう、ストロークで刻むとビート感が出るんですけど、単音弾き一個だとね、どうもやっぱリズムを感じられないんで、こう、足踏みしたり、で、さっきのこれですよ。これをね、カスタネットで地面に置いて、ただこう踏んでるだけです。はい。ちょっと映してみようか。ちょっとせっかくなんで、ちょっとカメラ映、よいしょ、動かすよ。よいしょ。こんな感じですよ。見える？見た？
でん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 、こんな感じで踏んでいこうと思います。斬新、斬新でしょ。はい、よいしょ、戻ったかな、戻ったかな、よし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 、おじゃ、あ、ちょっと低いか、おいっす。そんな感じでちょっともう一回デモ演奏してみるか。これね、さっき試してみたら、カスタネットが丸いんでね、こう、どん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 、あっちの方行っちゃうんで、まあ、真上から踏むのがポイントかなという。じゃあ、かっこいいバージョン、かっこいいバージョンっていうのが名前わかんないけど、カスタネットアンサンブルバージョンいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。この、これ踏むとね、これはもう普段の運動不足がちょっと露呈される感じですけどね。はいはい。あ、そうだ。あ、さっきも言ったんですけど、ほら、手すりむいてたでしょ、これ。昨日ね、転んだんですよ。もうね、びっくりしちゃった。何年ぶりかにこうね、まあ、詳しくは、僕ね、サブチャンネル YouTube やってるんですよ。ガズトーク。ガズトークで今日ね、こけた話するんで、聞いてください。ガズトークっていうね、サブチャンネル。私がただね、本当適当におしゃべりしてるチャンネルなんですけど、それも見てくださいね、皆さん。ああ、そんなことでね、まあまあ、志村けんさん思い浮かべながらこう楽しくやろう。やっぱり、志村けんさんが我々に残してくれたものは、笑顔ですよ。笑顔。音楽で。笑顔。最高じゃないですか。こんな時だからこそ、やっぱりね、お家で、めちゃファンキーじゃないこれね。もうこれ本当は一緒にやりたいんだけど、これやりたいんだけど、やっぱり両手が塞がっちゃうから、みんなで踊り合いたい。なんかね、なんかこうね、フォークでこうリンゴとかね、そんなんやってましたね。はい。まあこういうのを思い出しながらね、やっぱり明日への活力につなげていきましょう。またウクレレってすごいよね。コードもできるし、いろんなリズムもできるし、打楽器にもなるし、メロディーも弾ける、素晴らしい楽器です。はい、皆さんウクレレ知ってよかったですね。まあ、これはね、本当にずっとこう人生を共に歩めるパートナーになると思います。こういう時により仲良くなっといて、また外に出かけられるの、なん言えてない、外に出かけられるようになったらいっぱい遊びましょう。はい、ガズレレご案内、今使ってるこのガズレレのウクレレ、これ事前予約注文、今のね予約注文していただくと7月後半の方に、お手元に届くということなんですけど、これ、事前予約注文やってます。で、あとこれが入る、コンサートウクレレも入るこのリュックサック、これがねもう大ヒットです。もう言っちゃうけど、ものすごいオーダーいただいてます。ちょっとこれも限定数があるんで、皆さんお急ぎください。これコンサートウクレレが入って、大きい、これリュックサックなんですよ。リュックサックで一見ウクレレが入るようには思わないんだけど、これプリントも入ってて、で中開けると、セパレートできるこうポーチがついてるんですよ。これマジックテープで脱着可能。ここに譜面台入れたりとか、チューナーとかいろんな小物も入れられるポーチがついてて、これまあ外してもいいし、はい、いろんな使い方できます。はい、これとかですね、あとはいつも被ってるこうキャップとか T シャツとかね、バンダナとかステッカーとか、水引きだ、はい、私の両親、これがですね、私のね実家って長野県飯田市ってとこにあってね、うちの両親、まあ多分水引き歴50年ぐらいだね、やってて、これ手作りなんですよ、世界に。まあこんないろんなグッズのこととかね、あとアプリだ、アプリ、このガズレレのアプリのガズレシピ、これがですね、要はスマホのアップデートがあった時にちょっとバージョンが合わなくなったやつ、これもぴったり合いました。でアプリに関しても近日ものすごいビッグニュースが、皆さんにシェアできると思いますので、ちょっといろんな情報お待ちください。すべてのことはひとまずはこのガズレレ .com でチェックしておいてください。はい、リンクもここに貼っときます。はい、あといつもお伝えしているように、この2冊の本、ドーン、リッドミュージック社から出てるこのねソングブックがですね、もう本当に大人気でございます。ありがとうございます。2冊でもう累計5万部、5万部です。もうすごいベストセラー作家になっちゃいました。この2冊の方はやっぱり簡単楽しい楽、これにつきますね。もう100、黄色い方は100曲、緑の方は50曲。超簡単のソングブック、楽譜とコード譜になってますんで、ぜひご活用ください。全国の書店様、楽器店さんとか、Amazon でももちろん販売してます。よろしくお願いいたします。さあ、こんな時だからこそ、笑って音楽ので乗り切る。なんか乗り切るっていうか、うん、やっぱり楽しい時間絶対必要だと思いますんでね。皆さんのお手元に自分で奏でる音楽をお届けしたいです。よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。